はい、こんにちは、サドチンです。ついに2014年最後の日になりました。ウームの忘年会の時にプラモデルをいただいたので、そちらを組み立てたいと思います。中を開けます。ポケモンプラモコレクションメガリザードンとのっかりピカチュウピカピカパールバージョン、素晴らしいものをいただきました。ありがとうございます。近いうちに新しくなったポケモンセンターには行ってみたいと思います。はい、それでは組み立てていきましょう。2014年最後のポケモンレビューですね。あ、テープが。今回はグダグダといきましょう。いつもはねカットカットといったんですが、おお、メタリックのパーツのランナーがいっぱい、こちらですね、2個入っています。袋で、袋から取り出すと1、2、3、4、4つのランナーからできてます。こちらのランナーは赤、オレンジ、白、黄色からなってます。すごいですね。さあ、それではリザードンを作っていきましょう。お、取れてるよ、早くも。はい、一番最初に頭部の上のパーツを完成させました。この時点でかっこいいですね、メガリザードン Y。 いや、 X も欲しくなってくるな、これだと。ヘッドパーツの上と顎をくっつけます。はい、リザードン Y の頭が完成しました。おお、かっこいい。ちゃんと動くっていうのがいいですね。そしてかっこいいな、クオリティ高っ。はい、首元まで完成しました。めっちゃかっこいい。すごいね、すごい、ポケモンのプラモ。はい、お腹周りが完成しました。だいぶキラッキラですね。そしてついに頭をくっつけます。わあ、すげえかっこいいぞ。この時点でかっこいい。はい、尻尾が完成しました。舌はシールとなっています。しかし、この尻尾は3段階にて動かすことができます。はい、それではリザードの命ともいえるこの炎をくっつけます。おお、なんかね、最近こうパッと見るとジバニャンの尻尾っぽく見えますね。いや、かっこいい、リザードの尻尾すごいきらめいてんですよ。見えるかな、ラメ入りの赤パーツですね。そしてリザードの尻尾をドッキング。おお、だいぶ仕上がってきましたね。そして意外と大きい、両腕をつけてのガオ。はい、次に両足を作ります。ちゃんと足の裏にもシールを貼ります。リアル。そして後ろ足を装着させます。どこだ、おお、来た、片足来た。そして逆側の足も、おお、だいぶリザード。最後はウィングですね、ガオ。最後はリザードの羽のシールを貼ります。こう見るとちょっとね、ガンダムっぽいシールですよね。はい、片方のウィングが完成しました。おい、ちょっとデスティニーチックですね。いや、かっこいい。やっぱり内側もなんだろうね、かっこいいですね。はい、両ウィングが完成しました。ものすごくかっこいい。それでは装着していきます。うわ、パチリ、ちょっと怖いね。オッケー、完成じゃないこれ。めちゃくちゃかっこいい、リザードン。最後はこの肉抜きされた部分にシールを貼ります。はい、不器用ながらもこの外側の部分ですね、こちらのシールも貼り終わりました。これでついにリザードンの完成ですね。可動部は羽は動きません。首の前後、口の開閉、そして手は動かず、あ、ちょっと動くね。後ろ足も少しだけ稼働します。あ、取れた。そして尻尾も1関節、2関節、3関節炎も動きますね。そして付属の台につければ飛んでいる姿でキープすることができます。いや、かっこいい、ここがいいですね。素晴らしい台です。付属のピカチュウを作ります。完成ですね。ここからシールを貼ります。はい、ピカチュウが完成しました。一番ね、ピカチュウのシール貼りが大変ですね。後ろ、尻尾、この目とのほっぺたのバランス、
ここがね難しかったです。ブリザードンにピカチュウを乗せます。このフックをつけてピカチュウですね、このピカチュウを乗せれば完成です。リザードンオンザピカチュウ。はい、いかがだったでしょうか。マネージャーさんからもらったポケモンプラモコレクションメガリザードン Y とのっかりピカチュウピカピカパールバージョンの組み立て動画でした。それでは皆さん、また会いましょう。良いお年を。